染色体。5級マイナスとは、増血細胞の5番染色体の一部が欠けることによって発症する5番染色体の詳細。5級症候群で血出する領域は5級31から33の間である5級症候群の骨髄。通常では見られない単核の巨核球が明らかに増加している。図で明らかに書くと、細胞自身が 大きな細胞が巨格球である呼吸症候群とは、骨髄異形成症候群に血出が生じたことが原因で発症し、大玉性貧血を特徴とする骨髄、異形成症候群、MDS の中では進行の、ゆっくりとした比較的予後の良い血液疾患である。ただし、5番染色体の長腕の一部だけでなく1本を、まるまる失ったものや呼吸以外にも異常を伴ったものは一般に、 極めて悪性度が高い MDS であり、本校で述べる5級症候群とは異なる。2008年の風分類では、この疾患の名称は、メイローディスプラスティック、シンドロームズアソシエーテッドウィズアイソレーティッドデル、クロウマッサムワブノーマラティ、日本語では、デル単独の染色体異常を伴う骨髄、異形性症候群というが、名称が長すぎるために通常は5級症 学級は5%未満で5級単独の染色体以上を持つものと定義されている。一般に男性に多い骨髄形成症候群、MDS の中では珍しく、5級症候群だけは女性に多く高齢者に多い。欧米では MDS の10%を占め MDS では多い病形であるが、アジア人には少なく、日本人では MDS の中で1.3%程度である。 大玉性貧血になるので、自覚症状としては、一般の貧血と、同じく、倦怠感、蒼白などであるが、輸血が不可欠になるほどの高度な貧血を呈することが、多い。増血細胞の5番染色体の長腕にある5931から5933領域を書くことで発症する。5級症候群に関する遺伝子としては、RNA 干渉により、 リボソームタンパク質の RPS14 が有力視されている。前述したように5番染色体1本丸々の血損や5級血損以外の異常があると本があったと異なる疾患とみなされる。末小血では大玉性貧血となる。血小板は増加していることが多いが正常値であることもある。下級は1%以下である。骨髄では白血球系と巨格球系では 性形成か、もしくは下形成であるが、赤が休形に関しては、低形成である。細胞の異形成はあっても軽く、巨核玉は単核化に核の小型のものが増加するのが特徴である。診断に、血液学的所見を重視する他の血液疾患と違い、呼級症候群は、第5染色体の9 3 1から33、領域の血質のみで明確に定義されるところは、 大きな特徴である。呼吸症候群は、MDS の中では珍しく原因遺伝子が明確に特定され、また、治療法の開発の進んでいる病形である。呼吸症候群は、重い貧血を呈することが多く、輸血が治療の中心である。輸血で症状の緩和は容易であるが、しかし継続的に輸血が必要となり、輸血依存性の様々な問題が生じかねない。近年、 サリドマイド誘導体である新薬、レナリドミドが極めて有効であることが確認され、輸血依存性の患者には朗報となる可能性が高い。レナリドミドは日本では5番染色体長腕血質を伴う低リスク MDS に対して適応となっており、赤血球輸血量の減少効果が認められている。号急症候群の予後は、 MDS の中では良好で、患者の多い欧米では患者には、比較的高齢者が多いにもかかわらず、生存中央値は145ヶ月、患者数の少ない日本の症例検討では200ヶ月以上と、長期生存が可能で白血病化する例も少ない。新規に開発された薬、レナリドミドが直行を示すので今後はさらに良い結果が得られる可能性が高いと思われる。 ただし、本疾患は、強い貧血を伴い輸血が不可欠になることが多いので、献血制度を含む医療制度の整っていない国では、必ずしも生命予防が良いとは言えない。号級以外にも異常をきたしている病気は極めて不良であり、風でも別疾患として扱っている。チョを示す新薬レナリドミド商品名、レブラミドカプセル5ラムが、アメリカでは2005年、 日本では2010年7月に発売されたが、価格は2010年日本円で 5mg1 カプセル8861円で、あり、5級症候群では、それを1日に2カプセル、低服用を3週続けて1週休約のサイクルで、継続しなければならず、医療保険制度の整った国家でないと相当に、裕福な患者以外には使用できない経済的な問題が発生する。 可能性がある。また、この薬はサリドマイドの誘導体であり、極めて強い再帰性を持つので、妊婦には絶対に与えてはならない。書籍論文、ありがとうございます。